皆さんこんにちは。はい、今日もね、最近梅雨に入り始めっていうのもあるんかもしれんけど、ちょっと雨続きでめちゃくちゃロードスター汚くって、でまあなんか何貴重な晴れ今日めちゃくちゃ貴重な晴れなんで、早速洗車頑張っていきたいと思います。じゃーん。はい、BB シリーズさんの BB ワークスと、はい、蒸発水 BB コーティング使っていきたいと思います。ビビッと。この BB コーティングっていうのがコスパがめっちゃ最強で、最大20倍の希釈ができるコーティング剤ですね。さらにハイグレードになったこの BB ワックスさん、はい、BB ワークス、はい、で、こちらの方も今日は使っていきたいと思います。 BB シリーズさんとの、まあ、コラボ企画ということで、はい、お得な情報も動画の最後に、はい、ありますので、皆さん最後まで見てね。で、説明書が入ってました。はい、1、洗車し汚れやホコリをしっかり流します。はい、まだ洗車もしてないです。なんかね、虫の跡とかもついとったりしてめっちゃ汚いちょっと肌触りとかね、ちょっとザラザラしてます今。ちょっと洗車に時間をかけたくないっていうねメインはシャンプーじゃないよ、メインはコーティングやけんね。はい、じゃあ洗車終わりました。はい、じゃあ次2番目です。でさ、拭き上げようと思って、で説明書を見たら濡れたまんまでいいって、はい、濡れたボディにスプレーして水滴と一緒にクロスで拭き上げる。早速この子が、はい、登場でーす。はい、 BB ワークス、はい、 BB エースみたいねBB ワークス塗っていきます。じゃあね、まあ全体振ってから拭き上げるのもいいんやろうけど、ちょっとねパーツごとに拭き上げていきます。なんか振りかけただけでもうなんか発生しちゃうけど、よいしょ、拭き上げます。めっちゃ綺麗、ピカピカなんですけど、めっちゃピカピカ。
いんですけど見えるカメラでめちゃくちゃ超なんか名前の通りめちゃくちゃ超ハッスほう。すごいこれねめちゃくちゃ梅雨で雨が降ってもさ水をはじいて汚れがたまりにくくなりそう。いや気持ちいいねこんだけ弾いたらいいね。これ黒のボディやったらめっちゃわかるかも。ほお。BB ワークス、はい、使ってみました。まあ、感想としては超撥水する。いやもう動画で見た通りめちゃくちゃ撥水しました。でこれでね梅雨時期を無事乗り越えられそうです。なんかねすっごい洗車が楽になりそう。えすごくない？だって水シュッてかけた瞬間さもうその場から撥水みたいな施工したその場から撥水みたいな、まあなんかそういうイメージでした。めちゃくちゃ仕上がりもトゥルントゥルンで綺麗になったし、すっごい満足しました。ありがとうございます。で、今回、まあ、動画の最初にもお伝えしたんですけれども、BB シリーズさんと あのコラボ企画ということで、まあ、今回、まあ、ご紹介しているのが、まあ、こちらの BB ワックスと、はい、超撥水 BB コーティングですね。購入する際にあの合言葉があってウィキチャンネルってねウィキチャンネルって注文の際に入力していただくとこちらのねマイクロファイバーもついてきます。はい、なので皆さんね洗車動画この動画を見て、まあ、自分もぜひ試してみたいって、ね、思った方とか、まあ、実際にウィキさん試してみてすっごい満足したので皆さんも試してみる価値ありと思います。はい、動画の概要欄の方に、商品ページなど貼っておきますので気になる方はそちらからチェックよろしくお願いします。はい、最後にこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとそしてチャンネル登録よろしくお願いします